雑液面形荘園とは、国画から雑液面を受け、その雑液分を荘園領主が確保することが認められた荘園のこと。寺院、神社に納められる雑液は、古くは国家からの実物による支給によって賄われていたが、10世紀以後は国画の省税から捻出されるようになり、さらに11世紀には国画の許可を得た寺社が直接現地から雑液を、 徴収する仕組みが確立した。その対象地は国会の雑益を免除されたことから、雑益面の扱いを受けるようになり、代わりに自社へ雑益を納める雑益面だとなった。当初はその該当地は定まっていない浮き面と呼ばれる存在であったが、後に一定の区画が雑益面だとして固定化される上面と呼ばれる仕組みが成立した。これによって自社と 雑液面談及びその工作者の間に一定の関係が生じ、荘園として発達する素地が形成され、後に国画からも荘園として認証されるようになった。これが雑液面系荘園である。もともと自社の占有地であったコンデン地形荘園とは異なり、国画が自社のために収集すべき雑液を国画が特定の土地を指定して自社側に直接収集することを認め、 それが、やがて戦友、土地支配へと発展した荘園であった。ただし、その成立の経営以上、雑益は荘園領主である自社に納められたものの、官物は依然として国画に納めるものとされた。また、国画による権伝権は保障されていたため、国画による干渉を受け、経営は不安定であった。その反面、国賀からの許可を受けやすく、根伝地系荘園や、 寄信地継承園よりも広かったと考えられている。12世紀に入る頃から、省園領主である寺社は、経営安定化のために、雑益免経承園の一園支配を目指し、寺田、神田などの福と同様に、官物徴集権も獲得するようになったが、12世紀以後も引き続き雑益免経承園は、各地で残存した。ありがとうございます。